こんばんは、日きチャンネルへようこそ。ということで、ライブ告知の後に、えー、もう一個お知らせしとこうかなと思いまして、えー、そのまま動画を撮っております。えー、何かと言いますと、えー、日月新字、今年の公約、なかなか果たせてませんでした。CD の販売、<laughs> えー、ニューアルバムを作るということで、えー、宣言してた分なんですけれども、えー、これがちょっと着実に進んでます。 えーと、この間ね、ちょっとレコーディング、えー、一気にやったので、まあ、実はもう録音は終わって、今、ミックスの作業に入ってます。で、どんどんミックスを進めたかったんですけども、えー、昨日ちょっと宣伝した、春日の音楽祭のね、えー、なんと総楽団、えー、物販で CD を販売できるんですけども、えー、ちょっと CD の在庫が全然なかったので、えー、ちょっとそっちを作成してましたんでね、 えー、ここ数日間全然 <laughs>、えー、自分の CD の、えー、作成には <laughs> 取り掛かれてないんですけどねまああの録音はできましたんで,でラフミックスとかしてね、まあ、結構いい感じに仕上がってるなっていうのはね思ってるんですけど、まあ、もうちょっと手を入れてねあとジャケットとか、えー、作って、えー、なんとか今月中には完成させたいなと、えー、俺的には思ってます まあ、来月ぐらいに、えー、発売できるかなと思ってます。まあ、あのー、今言った理由でね、えー、今月の歌、えー、今月の歌、実はね、もうバックできてるんですけどね、歌めると歌詞書いたら、えー、完成というかね、出来上がるというところまで持ってきてるんですけど、えー、その後にね、ちょっと CD 作成入りましたから <laughs>、そっちもちょっと進んでおりません。 えー、まあこれはね、皆さんとのお約束なので、えー、9月中に、えー、必ず、えー、作り上げたいなとは思ってます。<laughs> 自分の CD もしながら、それで今月ちょっとライブも立て込んでて、なかなか忙しいんですけどね、ちょっと頑張って、えー、やっていこうかなと思います。まあちょっとそのニュー CD、ま、えー、作成中の CD の方なんですけども、えー、一応4曲入りになります。 えー、今回4曲で、あのー、ちょっと悩んだんですけどね、明けの狼は4曲シリーズで、えー、CD 作ってるんですけど、まあ、ちょっとそのパターンでいこうかなと思ってます。4曲ずつにして、もうちょっと細かいスパンでね、ポンポンポンと出したいなと <laughs>、えー、思ったりもしてますんで、えー、その次もね、あのー、なるべく早く、年内に、できたら年内に出して公約を果たしたいなと思ってますので、 えー、まだ1枚ものを出してないにもかかわらず2枚目の話をしておりますが <laughs> ま曲はあります。えー、日月神人毎月の歌を、えー、収録していこうとかし,うしていこうと思ってますんで、えー、ですんでね曲はありますんで <laughs> あとはそれを作品に仕上げるという形なんでね、まあ、そこはちょっと気が楽というかね、えー、そういった部分もあるんですけどね うん、本当にね、えー、毎月作っていくとね、年に12曲できるんですね。4曲入り CD としても3枚分になりますから、うん、ちょっと今年1年だけね、えー、月1曲作って、しばらくちょっと止めようかなと思わないではないんですけども。というのもね、曲がどんどん増えてもね、ライブでやらなかったらね、なかなか皆さんに聞いてもらう機会がないかなと思うんで、 それやったらせっかく作った歌をね、ライブでしっかりと聴いてもらいたいなぁと思うので、ちょっとそっちにしようか悩んでます。まあとりあえずえ12月まではね、月1曲作ってえ12曲、これは必ずえ作りますんで、それはえ楽しみに待っておいてください <laughs>。まあそうですね、あの新しい CD、う、ん 曲目を言っていいのかダメなのか、もうちょっと引っ張っとこうかなと思いますんで。えっと、1曲だけ入ってる曲も言っときます。えっと、ウイグル取り直して入れてます。ウイグルはね、ちょっとしばらく押していきたいなと思ってますんで、ウイグルは入ってます。タイトルをね、ウイグルにしようかと思ったんですけど、思ったんですけど、ちょっと他の収録曲のね、兼ね合いもあるので、 えちょっと違うタイトルにしようかなとも思ってます。うん。ちょっとまだ決めてないですけどね。まあ何せウイグルは入ってますので、ウイグルを聞いて、えー、こう胸が熱くなった人は、えー、ぜひお待ちください。<laughs> ということで、えー、CD 作成中ですという動画でした。まあ完成、完成を待っていてください。<laughs> それでは、バイバイ。